そうそう。焦らなくても、次の10代のターンに破壊できるわ。10代、頼ん。また私の捨てカードを無視するなんて。ドロー！フレアスカラベを召喚！さらに、フェイクヒーローによって、ネオスを特殊召喚！この2体を、コンタクト融合！現れろ！エレメンタルヒーロー、フレアネオス！フィールド魔法、ネオスペース発動！マジックカード、ヒートハート発動！ネオスペースとヒートハートの効果により、フレアネオスの攻撃力は1000ポイントアップ！マジックカードのダブルコンボで一気にパワーアップだぞ。すごい。まだまだ、最高のマジックはここからだぜ。受け継がれる力を発動。サイバーエンジェル弁天を墓地へ送り、その元々の攻撃力がフレアネオスへ加算される。さらにフレアネオスのモンスター効果、フィールド上のマジック、トラップカードの枚数 ×400 ポイント、攻撃力がアップ！攻撃力 6500？ あれだけあれば、ヒートハートの効果の貫通ダメージで、一撃ザウルス！バトル！フレアネオスと、アステカの石像を攻撃！バーンツーアッシュ！大丈夫か？ま、悪く思うなよ。